スパがいいとこかな。安くてで見た目も可愛い。ちょうどこれ探してたっていうやつが3COINS 来ると大抵あるので。生活雑貨から美容家電まで2000点以上のアイテムが揃う3COINS。 しかも毎週200アイテムが新登場。この夏買うべきアイテムを教えてくれるのは。こんにちは、花咲タイムズです。今日はよろしくお願いいたします。スリコの店長同士でゴールイン、玉木さん夫婦。今回はスリコ店長夫婦のスリコまみれの生活に1日密着。すっごい使いやすい。時短調理のアイデアグッズや、ヒヤヒヤ、この夏嬉しい暑さ対策グッズ。店長夫婦が愛用し激推しする神グッズ22連発でお届けします。やってきたのは名古屋市在住の玉木夫婦愛の新居。この家の中ってスリーコインズの商品ってあったりします？こういったバランスボールとか、ご飯食べるときとかこれ触りながら食べてます。バランスボールのスリーコインズってあるんですか？そうですね。あ、このバスケットとスプレーとこのシューズケース。いい。これからね、夏休みとかビーチサンダル入れたりとかね、そういうのして、あ、本当にビーチサンダル手いっぱい入れてます。いや、これ本当知らなかったんですけど。これもたまに再入荷してちょくちょくまた来ますね。動く犬のぬいぐるみで、ちょっと動かしてください。いつも遊んでる。いつもこれで遊んでる。一人で遊んどるみたい。よく鳴き声しますね。なんか私やっぱ便利グッズのイメージあるんですけど、はい、これスリコ。さすがはスリコ店長夫婦、ぬいぐるみだってスリーコインズ、サウナグッズもスリーコインズ、そしてキッチンのあらゆる場所にスリーコインズ。ちなみに夫裕太さんは学生時代から働き始め、スリコスタッフ歴15年以上のベテラン店長。そして妻直子さんもアルバイトから始め、今では店長を務めています。そんな2人の愛のキューピッド、実は花咲タイムズなんです。まだ結婚する前、交際中の裕太店長が出演しましたよね。で、彼女について聞いたところ、そのまま結婚、スリコ婚までは いきそうですか。そのつもりです。放送されるまで何も知らなかったので、はい、すごいびっくりしました。放送された後なんか反響ありました？お客様にも見たよって言って、おめでとうとか声かけられました。祝ってもらいました。テレビから固められました。花咲に背中を押される形で去年5月にゴールイン。さあ、それではスリコ夫婦の朝食作りから密着スタートです。あ、これもスリーコインズのスポンジです。あ、スポンジもあるんですね。結構使ってます。やっぱりコスパがいいのと、なんか酸素になってるのもあるし、これもスリコなんですけど、なんかいろんなタイプのスポンジがあって。この丸いタイプって何に使うんですか？これをどう使う？ここにブスブスっとさせて、はい、あの油汚れ、こういうフライパンで。なるほど。そうか、するのに。煮込み料理とかカレーとか作った後とかのこびりついた鍋に。はい。すごい。まずはスリコで買った土鍋で味噌汁作り。こちらがスリコの商品なんですけど、味噌マドラーという商品で。味噌マドラー。はい。くるっと回していただけると、大さじ4から 4.5 杯分ぐらいのお味噌が取れます。すごい。このままバチャンと。すごい。マドラー1個で、はい、
味噌溶いたりだと完成しちゃうってことですね。そうです。さあ続いてはサラダ作り。これ何ですか？ザル付き保存容器といいまして、この内側がザルになっているので、このままお野菜が水洗いすごいいきます。このまま容器に入れて冷蔵庫とかに入れておくだけでも余り水が下に落ちてくるので、主婦のお客様に人気です。保存できるの嬉しいです。丸いタイプとかは見たことあるんですよ。でもあれ場所取って入れるとね、他のものが入らなくなるから結局使わないとかあるんですけど、このサイズ感が素敵。他にも直子店長愛用の時短アイテムが続々。こちらは2段レンジトレイ、2皿同時に電子レンジにかけられるので時間も電気代も節約できますよ。さあそしてこちらはドレッシング作りに役立つ目盛り付き耐熱カップ。これだと計量スプーンいらないので、もう洗い物が減って結局は時短につながるんですよね。さあ最後に作るのは卵焼きです。これで卵を溶いていきます。押すとこうやって半回転するので、手動ですけど泡立て器のような、すごい、あ、本当だ、卵の混ざり早っ、一瞬で卵が混じっていく。電池いらずの半自動泡立て器、押すだけで先端が回転、お菓子作りにも重宝する時短アイテム。すりこの時短グッズで作った朝食が完成。いただきます。家庭の味って感じですね。これは何ですか？これあのご飯もんって言ってうちのプライベートの食品なんですけど、はい、スリーコインズでは3年前から一部店舗でご飯もんというシリーズを発売。全国各地からバイヤーが集めた美味しいものが揃っています。ゆうた店長、気になっていたバター海苔に初挑戦。あ、なるほど、なんか食べた時に名前の通りだと思いました。バターのなんかまろやかさっていうんですかね、それがすごい乗っかってて、ちょっとこれはやばい、止まらなくなるかもしれないですけど、これだけでもいけますね。直子店長のおすすめは博多明太子を使ったなめたけ、国産のえのきだけと少しピリ辛の博多明太子をあえた風味豊かな一品です。まずガーンとあの博多明太子のピリッとした辛みが来るんですけど、その後になめたけの優しい甘みが来て美味しい。仲のいいすりこ夫婦ですが、実は昨日ぐらいまで喧嘩してたよね。なんかお二人のお人柄だと喧嘩しなさそうな。ちなみに昨日は何で喧嘩したんですか？自分の T シャツはハンガーにかけてちゃんと干してあるのに、私のやつは洗濯機乾燥にガーガーかけてめっちゃかわいそうなぐらいシワシワになっとって、ぶち切れると本当人が変わるからマジで怖いって思うんですよ。それは結婚前もそういうのはありました？もちろん結婚前にあの姿を見せてたらちょっと変わってたかもしれない。すいません。夫婦喧嘩は掃除で水に流しましょう。ここでもすりこグッズが大活躍。電動式あのブラシといいまして、スイッチで回転することができます。お水につけて、はい、洗剤をかけて、はい、はい、これ隙間にも入り込んで汚れを取っていきますね。そうですね、この振動ですごい伝わります。それがこれめちゃくちゃいい。なんならあの浴槽の掃除もこれでいきますね。手で拭いてるんで、はい、あれ意外と結構疲れるんですよね、広範囲にするので。そうですね、それ用のあのこれ付け外しすることができまして、え、はい、これを取ってここにスポンジのタイプも
せていきます。めちゃくちゃ楽じゃないですか、はい、これぞ一台二役、毎日のお風呂掃除もこれで楽ちんになります。ちなみにお風呂掃除に使っていたバケツもすりこ、実はおお、あ、真っ平らになった。折りたためるので収納もコンパクト。そして今時の生活に欠かせない掃除アイテムも。このクリーニングペンという商品がありまして。え、何これ、ペンですか。本当にそうなんですよ、ペンの形したあの掃除するもので。では問題です。このペンのようなこの掃除道具、一体何を掃除するものでしょうか。ここにブラシがついてました。あ、本当だ。イヤホンや携帯を掃除するもので、こういったなんかさりげなく汚れるところとかも、へえ、反対も取ることができまして、はい、かゆいところに手が届くってこのことだなって。すごい。携帯にも使うことができまして。あ、そう、携帯の充電さすところ。そうですね。そしてキッチン掃除にもおすすめのすりこグッズが。使っていたのは電動ブラシ1100円。1分間で9000回転するブラシの力でコンロやシンクなどの汚れを落としてくれます。なんか参考にした商品が元は6500円ぐらいするやつ、6分の1を電池にしたり、音はちょっと出ちゃうんですけど。いや、音なんて、はい、いいですよコスパよく。コスパ良すぎ、はい、そしてもう一つのおすすめが炭洗いブラシセット。洗面台の排水管の掃除に役立つブラシや、部屋の端にたまったちり取りに役立つブラシなど、かゆいところに手が届くアイテムです。さあ、ところで3COINS といえば毎週200点もの新作が登場するんです。そこで釣り子夫婦がこれは絶対売れると太鼓判を押すこの夏の新作をご紹介。まず一つ目お願いします。はい、5月発売の東風まな板です。まな板、このまな板の縁には数字がついていて、数字に合わせて切ればきれいに切り分けることができるんです。ケーキの時にいいですよね。続いてのおすすめ新商品、ゆうたさんお願いします。はい、こちらのティッシュボックス収納になります。おー、これはどういった商品なんですか。はい、こちらの溝ですね、こちらにスマートフォンを差し込んでいただいて、こういった台にも使えるという便利アイテムです。さあ、おすすめの新商品もう一つ、ゆうたさんお願いします。はい、こちらはですね、あの産毛シェーバーになります。産毛シェーバー、はい、え、シェーバー、さあこのように動いて、ちょっと薄暗いところでもここにライトがついてるので。え、ゆうたさん腕毛が綺麗。あの腕に関しては最近ちょっと脱毛を始めまして。え、個人的に。個人的に、はい、え、知ってました。はい、ご夫婦で共用じゃなく。じゃない、それぞれ持ってます。あ、もう自分用に、はい、え、これでおいくらなんですか。絶対高いですよね、これ。で、こちらであの1100円になります。はい、ありえない。シェーバーですよ。肌の露出が増えるこの時期に何かと便利な携帯式の産毛シェーバー。直接肌に葉が触れない構造なので優しくスキンケアができるんです。さあ、続いてはどうされるんですか。はい、これからちょっと公園に出かけようと思ってます。はい、夏場の車といえば太陽で車内は灼熱でも、夏でも快適に過ごせるすりこグッズがあるそうで。傘式サンシェードになります。傘式サンシェード、あ、はい、わ、すごい、傘になってるんだ。使わないときはもう、え、めちゃくちゃ便利。使わないときは、あ、ここにポケット置いとけるので。すごい、はい、傘のように広げ、車内の気温上昇を防ぐ傘式サンシェード。そして暑い車内でも快適に過ごせるというのがこちらの
送風クッション。シガーソケットに電源をつなげば送風機から風が出るので長時間座っていても背中が蒸れにくいんだそうです。よいしょよいしょ、すごい、全然涼しさ違いますよ。すごい。車以外でも使えるんですか？はい、家とかでも普通に椅子に背もたれとかだったり、あと下にも引くことができるので、これ会社の椅子とかでもいいですよ。確かにそうですね。そして車で移動すること15分、やってきたのは港区の荒子川公園。ね、お散歩はよくされるんですか？そうですね、はい、あのたまに休みの日は出かけて。ご夫婦で。はい。素敵。なんか今も3COIN の商品使ってたりします？そうですね、早速こちらのアームカバーが3COIN の商品です。アームカバーも3COIN あるんですか？はい、これ人気、毎年大人気です。もう定番で大人気。はい、暑い季節に欠かせないのが毎年大人気超冷感アームカバー330円。 UV カット率 94% 以上で紫外線対策はバッチリ。さらにひんやり素材使ってるので夏でも快適なんです。つければつけるほどすっごいひんやり。うわ、なにこれ、ここがヒヤヒヤ。直子店長の愛用が晴雨兼用の折りたたみ傘1320円。この持ち手が木製なのに1000円台で買えるのがすごいお得でおすすめです。これなんか UV とかも加工されてるんですか？はい、1000円台に思えない可愛さですね。はい、日差しの強い夏でもスリコアイテムを使って快適に散歩できます。さあおやつタイムです。ゆうた店長が取り出したのは、この食感なんですよね。しみじみと、はい、この最初からこのしょっぱさが来るこの感じがすごいやめられなくて。ゆうた店長がやみつきになっているのがうまいを極めた塩せんべい。厳選された国産米を使用しふんわり食感が特徴の塩味のせんべい。創業70年以上の京都の老舗米菓店と共同開発した一品なんです。スリーコインズってお菓子も売ってるんですよね？お菓子も充実してます。うん、塩がシンプルな分本当のこのおせんべいのお米の甘みしっかり感じるというか、この食感がすごい食べ応えあって美味しいです。そしてスリコといえば SNS で商品の魅力を発信中。特別に見せてもらうと、あーかわいい、いや初めてだ。じゃあいいですか、触ってもかわいい、かわいい。直子店長の愛するフェレットのプペちゃんにもぴったりのスリコグッズがあるそうです。今日はこちらのヘアドライヤークリップを撮影していこうと思います。ドライヤーをクリップで固定するこちらのアイテム、両手を使ってブローができる便利グッズなんです。ではフェレットにはどんな点が便利だと思いますか？すごい、ペレットってこうやって持つんですね。そうです、猫と一緒です。首元安心してますもんね。つけてあげて固定できると、この子を固定しながらブラッシングできるのでとても便利です。そう、両手が空くのでペットの毛を乾かすのに便利なんです。確かに椅子にペレットをブラシかけながらドライヤー、はい、うん、すごい分かりやすいです。ありがとうございます。ここでスリコ夫婦からお値打ち情報。季節商品などを中心にお値打ちに買えるのが木曜日。価格が見直され値下げされるアイテムが続々と店頭に並ぶんです。